FNS 歌謡祭、FNS 歌謡祭歌の夏祭り2011、FNS 歌謡祭歌の夏祭り2011は、フジテレビ系列で2011年8月6日19時23時10分に放送された音楽特別番組、FNS 歌謡祭の派生番組である。また、FNS 歌の夏祭りの前身となる番組でもある。 2011年3月27日に放送された FNS 音楽特別番組上を向いてアルコう歌で一つになろう日本に続いてのチャリティー音楽番組である。会場は FNS 歌謡祭に使われるグランドプリンスホテル新高輪の起点ではなくフジテレビ本社が使用された。内容は日本を勇気づける名曲ベスト200と題したランキングのほか、 アーティストのコラボレーションや昭和アイドルスマップスマップでの音楽コーナーなどの名場面の映像を放送するというものであった。そのため冬に行われているのが恒例となっている FNS 歌謡祭とは異なり出演アーティストによる歌の披露は一切なかった。後にチーフプロデューサーの菊池陣は当番組を CG 構成のノウハウを 十分活かしたドラマか映画か CM のような作品と形容している。また、老若男女の中でも、さらに音楽の思考は細分化して、すべての音楽をすべての人に届けるお得意の理想の具現は難しい。生演奏200曲メドレーを発送して生放送のスタジオを調整、当日の出演想定者のスケジュールあたり始めたものの、この時期ライブやフェスで厳しく、そこで出たのが、 たくさんの名曲を短く、つなぎにつなぎまくる、アイデアとも述べた。また、演歌勢は、氷川きよしとジェロと城南海の3人という少数、精鋭となった。番組最後は、上を向いて歩こうを、坂本九による、歌唱映像に合わせて出演者一同、合唱した。その歌唱映像には、中村八代も出演し、ピアノ演奏をしていた。ありがとうございます。